ランドセル破壊したじゃないですかね。どういうこと？絶対イギリス大学なんか行かないですって、で食堂行くと飛んでくるんですよ、リンゴとか。えイギリスでもアメリカでもいいんですけど、オフサイドでも。なんか欧米を見てきてほしいという思いは多分強いし、で両方満点を。そうです、ね、取れたわけですもんね。これが満点取るのに重要だったみたいなのありますよ。 And I'd like to discuss with you a few more questions related to this topic. But let's consider famous people in your country. What kind of people become famous in your country? ほだよ始まりました、ごちゃチャンネル。さあ今回はですね、スペシャルゲストにおいでいただきました。いやー、 IELTS 9.0 でTOEFL 120満点、そんな人間がいたのかというんですけども、はい、正木先生においでいただきました。ありがとうございます。え、本当ですか？はい、まだ毎回じゃないですけどね。どう見てもネイティブは日本語ですよね。どう見てもとか言っちゃって、どう見てもじゃない、どう見てもじゃない、日本語ネイティブ。そうですね、で僕中学校までしか日本で出てなくて、はいはいはい、ポロポロおかしいとかは日本語でもやっぱあります。あ、そうなんですね。漢字とか読むとおかしいですね。あ、そういうのがあって、じゃあちょっとどうやってやってきたのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、はい、満点ですからね、恐ろしい。いやいや中学校までどこで育ったんですか？僕ずっと東京ですね。東京で、はい、で15でしたね、イギリスに行った時、はい、それ一人で行って。一人で家出ですか？近い。ずっと親父が若い時にイギリスに住んでて、はいはいはい、子供の頃からイギリスに行け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 言われて育って、はいはいはい、僕はもう小学校卒業したら行くか中学校卒業したら行くかの2択しかなくて考えて、はいはいはい、自分で迷ってて、うんうん、で中学校出てこれ以上遅いと英語を習得間に合わないかなと思って行きましたね、うんうんうん、じゃあもう親は賛成っていう形だった？父親は大賛成ですね。母親がまだ早いんじゃないかって言って。あ、なるほど。父親はもう遅すぎるって言って。へ、小学校切れてましたね。小学校卒業させたくなくて親父は。へ、ランドセル破壊し始めましたかね。どういうこと？スプレーとかかけて、行けないようにして。小学校イギリスに行けっていうことですか？住人になってほしくないって。え、お父さん日本人？あ、父親生粋の日本人ですね。なのにイギリスに行けなんですね。そうなんですよね。本人が後悔したみたいで、はいはい、最後までその英語が完全に習得できなかったから、はいはいはい、彼18だったんですよ、行った時、うんうんうん、それじゃ手遅れだったって思いが強いらしくて、お前だけは行け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 。珍しいですね。家で英語お父さんずっと喋ってるとかだと。いや、でもそうでもないですね。ちゃんと勉強し始めたのはそれこそ小5か6、はいはいはい、中学校に入る準備でっていう感じだったんで、うんうん、そんなガチガチの英才教育はないですね、うん、小学校とか中学校受験とかやったんですか？やりましたね、僕受験全部やりましたね。幼稚園、小学校、中学校、全部しましたね。そう、そういうで、なんか英語の教材とか家で流されなかったんですか？いや、そうなんか勉強って方、あ、でも小学校は確かに授業があって、はいはい、でも、そうだったね。それ以外はなんか親父が勉強って感じでやった感じじゃないですか、ね、じゃあ別に家の中でネズミのキャラクターがこうやってるとかはなかったの？ないですね。普通にトーマスとか日本語で見てました。あ、へえ。そんな感じだったんですね。普通ですとか、はい、そこからもうイギリス行く決心はあったんですか？なんかこれきっかけでイギリス。いや、でも僕ずっとありましたね。イギリスかイタリアのどっちかに行きたくて。イタリア？なぜ？なぜ？最後徹夜で考えてましたね。ずっと家の外に座ってイタリア行こうかな、イギリス行こうかなと思って。なんでイタリアだったんですか？イタリアのものが好きなんですよ。まあイギリスも一緒なんですけど、はいはいはい、イギリスかイタリアのものが子供の頃からずっと好きで、うん、これを作る人たちが見てみたくて。イタリアのもの、ピザを作る人ですか？見に行きましたよ、ピザ作る人。美味しかったですけど、うん、あの料理好きでしたね。イタリアの料理一番好きでしたけど、そうね、僕自動車とかが子供の頃好きで、はいはいはい、スポーツとか、はい、なんでまあサッカーと自動車とバイクが強いでしょうね、一番。それでイタリアと悩んで。悩みましたね。イタリア語習得しても仕事ないだろうなと思って、で最終的にイギリスにしたっていう、うんうんうん、はい、そしてじゃあ行くわけですね、はい、単身渡英するわけじゃないですか、はい、でそしたら普通の学校に入るんですか？それ。あ、現地校に入りましたね、はい、で学年で3人しかいなくて、はいはい、そのイギリスのパスポート持ってない子が。めっちゃ辛かったですね。どんな扱いなんですか？いや、めっちゃ辛いです。食堂行くと飛んでくるんですよ、リンゴとか。これ投げられんすか？言わない方がいいの？そうで、わかんないんですよ、後ろから投げられる、はいはいはい、で振り返って俺が切れるじゃないですか、はいはい、で机とか切れるんだ。切れるんだ、そこ。高校の時も片っ端から物壊しましたね、はい、自動販売機からテーブルから、はいはい、公衆電話のボックスからゴミ箱までも片っ端から壊しましたね。
ちゃめちゃ暴れてるじゃないですかイギリスで。で俺だけ怒られるんですよ。俺だけ罰を食らうし、はいはい、っていうのは投げたやつは誰だか最後まで。ああなるほどなるほど。そうよく怒られてましたね。なんかめっちゃ言われますね。この服装とかも、はいはい、我々が彼らの服を着るっていう概念だから、なんでお前らは俺たちみたいな格好をしたがるんだろうねみたいな。はい。俺たちはお前たちみたいにはなりたくないのにね。すごい。めっちゃ言われましたね。ああ毎日言われましたね。それに反骨精神というか。いやでもめっちゃ悔しかったし怒ってたんですけど、ああ言い返せないんですよね。言われてみればまあそうだし、向こうの人がちょんまげで下駄でとかないじゃないですか。はい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 。ハネムーンで日本に行くとか、うん、記念日に天ぷら食べるとかないし、あそう確かに逆は全部あるじゃないですか、うんうんうん、ビジネスマンも日本語頑張って喋れたら昇進できるとかないし、うん、向こうはそうですね、こっちの場合は全部あるから、うん、確かにってなりますよね。でも最初も英語は辛かったですか？どうでした？授業とか辛かったですね。だから科目選ぶんですけど、はい、高校の時点でもう4科目しかイギリスでやんなくて、はいはい、だからその4科目もやりたいものというよりは英語的にいけるものでしたよね。だから数学とか、なるほど、はいはいはい、まあ、経済は選んだんですけど、本当にやりたかったやつはやっぱ哲学とかは、うん、はい、ちょっと言語的に無理ですね。だから、あーそうだったんですね。その中じゃあ大学はどういう形で、それでその高校が終わったらもうすごい嫌になって、はい、帰りたくて帰りたくて、はいはいはい、で帰ってきてもうイギリスのボディーソープとかも全部捨てるぐらい恨んでて、はいはいはい、絶対イギリス大学なんか行かないっつって、はいはい、で相談するたびに人に絶対行けって言われるんですよ、はいはいはい、わざわざお前が今更日本で大学行ってもいいことなんかないみたいな、うん、はいはい、それで1年半日本にいましたね、ここ終わった後、うんうんうん、で説得されてイギリス戻るかってなって、はい、で大学はめちゃくちゃ楽しかったですね。へえ、そうだったんですね。めちゃくちゃ楽しかったです、うん、まあ、その時に IELTS とかやったんですか？そうです、そうです。でそのイギリスの大学に行くぞってなったら、うん、受けざるを得ないんですよね、はいはい、でその頃僕は IELTS は存在すら知らなくて、はいはい、親父に IELTS って何って言ったら、うん、まあ、トフルのイギリス版みたいなもんだよって言われて、うん、はぁーって言って受けたのが初めてです。あ、どうだったんですか？その時 8.5 でしたね。おーすごい、もう 8.5 取ってる。どのセクションでもやっぱ9はなくて、はい、まあ、それが素の実力だと思うんですけどね、初めて分からずに受けてるんで、ただ怒ってましたね。なんでこんなもん今更2万5000円も出して、はいはいはい、受け高校の成績見れば分かるんですよ、うんうん、言語のレベルの、はいはい、だから怒ってましたね。高校の間にめちゃくちゃ英語伸びたってことですね。そうでしょうね。それ怒り狂ってる時に気づかずのうちに伸びたんでしょうね。すごい。それはすごいですね。 8.5 取ったっていうのは。じゃあもうだってどこの大学にも出せますもんね。どこに出せますね。で選んだところはもう絶対ロンドンに行きたかったんで、はいはい、クイーンメアリーっていうロンドン大学の1個のやつあるんですけど、うんうん、そこにしましたね。え、じゃあその高校の時はロンドンじゃなかったんですか？高校クソ道なんですよ。それやっぱ辛いですね、はいはいはい、多様じゃないし、はいはい、あの人種も、うんうん、なんで街のカラーも合ってないし、僕は。なるほどなるほど。絶対ロンドンに行きたかったですね。あ、じゃあロンドンの方やっぱり多様性を受け入れる場所。そうですね、ロンドン、そうです。3人に1人がイギリスで生まれてないんですよ、うん、なるほど。10人も、はあはあ、もう何でもいるし本当に楽でしたね。あ、すごいな。経歴めちゃくちゃすごいですね。いやいや、そこでどうして IELTS を教える側に回ったんですか？帰ってきてその当初の計画としては、はい、まあ、やりたいことはもちろん仕事としてやりたいし、はい、かといってまあお金を稼ぐ必要もあるし、うん、で特に親父が倒れたっていうのもあって、はいはい、お金はやっぱり必要、絶対的なファクターで、うん、その中ではちょうどいいバランスだったですね、うん、お金もある程度稼げるしやりたいこともやれるし、とにかく日本の人に少しでも、うんうんうん、イギリスでもアメリカでもいいんですけど、オーストラリアでもどっか欧米を見て来てほしいという思いは今でも強いし、うん、若い人にですね。IELTS でも9はいつ取ったんですか？9は親父がもともとそのちっちゃい英語の塾をやってて、はいはい、そこで教えてる時は、まあ、受験料も高いし何回も受けられないんで、はい、そのままずっと 8.5 のやつでやってて、はいはい、でバークレーに移って、はい、と会社でいっぱい出してくれるんで、うんうんうん、何回も受けられるようになって、はいはいはい、こっちに入ってから3回目トフルと一緒ですね、はいはい、IELTS 4回目かな、でトフルが3回目かな、はい、何回か受ける中で、あ、出たねっていう感じですね。すごい。で両方満点を、そうですね、取ったわけですもんね。いや、すごい。これが満点取るのに重要だったみたいなのあります？ IELTS トフル。いやでもそれ正直なところ、はい、その取った時あんまり自分の感触は良くなくて、あ、そうだったんですね。ちょっと無理かなと思ったら、うん、結果が来てびっくりっていう感じだったんで、正直あんまりこれっていうのはないかなと、うんうんうん、出る問題のやっぱ運もあると思うし、はいはいはい、
僕の場合はよく寝たり、よく寝たりになるね。その前々休んでるとか、うんうんうん、それまで英語をなるべく英語だけで暮らしてるとか、はいはいはい、生活してるとかの方が大きいですね。日本に戻ってきてその英語を使う機会ってどんな感じだったんですか？読むものは基本的にほぼ英語ばっかりになるし、はい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 、恵まれてるなと思うのは同僚でカナダ人だったりオーストラリア人だったりっていうのもいるし、はいはい、まあ、知り合いでイギリス人だったりオーストラリア人だったりっていうのもいるし、うんうん、まだ彼らと話してる読んでるとかですね、うんうんうん、なるほど、それが日本に来ても続いていたから続きますね。あ、それのおかげっていう感じですか？それもありますね、うんうんうん。アイエルツなんてもうライティングがめちゃくちゃ難しいじゃないですか、うん、あれちょっと厳しいですね、はい、やっぱもうネイティブでもね満点取れないっていうので有名ですけど、いや、ライティングアイエルツちょっと変わってるとは思いますね。僕も興味が湧いて、はいはい、送ってみたんですよね、ネイティブを、はいはい、ちゃんと問題形式も教えて、うんうん、何が見られてるかも教えて、うんうん、英文化出てたり、T ソルを持ってるようなネイティブを送って、はいはい、誰もちゃんとしたペンで帰って、やっぱそうなんですね。なんで元試験官とも話してた中で思うのは、そもそも受ける想定になってないし、そのぐらいのレベルの人って、はいはい、留学生用のテストだから、うんうんうん、そういう人が受けるといまいちうまく採点が機能しない時もあるみたいなんですよ。 7.5 からだいたい5ぐらいの間は相当正確に測れる、うんうん、なるほど、はいはい、代わりにそれより上ないし下ですよね、はいはい、はいまいち測れないんじゃないかっていう、まあ、不正確な時もあるんじゃないかっていう結論に至ってます、ね、じゃあトフルとIELTS こう両方やってみて、はい、どっちが良かったとかありますよね？一応一旦あると思うんですけど、はい、受け終わった後は僕はトフルの方が疲れますね。あ、なるほど。あの時間の1分以内でまとめなさいとか、はいはい、何分でスピーチまとめ、うん、時間のプレッシャーが強いし、そうですね、かつリーディングもつまんないと思うんですよねトフルの方が。正直なんか実際の文献じゃ多分ないと思うんですけど、うん、トフルって試験用に作ってると思うんですけど、うん、読んでて楽しかった覚えはないですね。 なんで、まあ、そこはエルツの方がいいかなとは思うんですけど、うん、あのトフルライティングはへこんだりはしない、ね、そうですね、ライティングはもうやっぱりトフルの方が出やすいですからね。ですね。で他もと同じ、まあ、スコアが大体出ると思うんで、うん、スピーキングとかリーディングとかと、うん、そこはトフルの方が分があるかなっていう気がしますね。ライティングはIELTSの方が難しいけれども、もう他のところでIELTSの方が点が出やすい、日本人にとってはって結構言われたりすることがあって、はいはい、一時期やっぱりIELTSに逃げるっていう言葉が社会人たちの中で使われたことがあるぐらいなんで、今はまあトフルもちょっといろいろね変わったりしてはいるんですけど、で、ね、でIELTSもねコンピューターバージョンが出てきたりとか様々なものがあって、でここではそんな満点の正木さんに習うことができるんですか？1対1ではもう正直あんまりやってないんですけども、はいはい、グループ講座だったらやってますので、はい、Zoom ですのでどこにいても関係ないですし、はい、はい、ぜひ。ここはどこにある、なんてとこでしたっけ？東京は市ヶ谷にございますバークレーハウスという学校です。はい、そこで正木さんの授業を受けることができますし、あとは YouTube チャンネルやってらっしゃいますので、はい、そこではどんな内容でやってるんですか？もう YouTube の方は僕のチャンネルはIELTS ほぼオンリーですね、はい、あ、はいはい、受験に役立つ情報であったりとか、はい、一部まあレッスンのようなものであったりとかをやってますね、はいはい、なるほど。破壊する動画はないんですか？チャンネルガードマンみたいな破壊する動画今度やりましょうか。ベンディングマシーン壊してみたビリヤードダイブがそのあれ突っ込んだんですよ、自動販売機ビリヤードめっちゃ壊れましたから、サッカーやるの機械のねバコバコにしてそんなの見れるかもしれないですけど、さんが降りてやりましょう、はいはい、IELTSの情報を知りたいって方、そうですね、日本は少ないですからね、IELTSの感じの情報は、ね、はいはい、なんで松木さんのチャンネルもぜひチェックしてみてください。ありがとうございます、はい、ということで今回は松木さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。